香川県で開催される全国高等学校野球選手権大会の地方大会。春季香川大会ベスト4の4校。その年の選抜高等学校野球大会に出場した学校がある場合は、選抜出場校と春季香川大会3位校まで。選抜出場校が2校の場合は、春季香川大会決勝戦進出の2校。 中等学校時代1915年に全国中等学校優勝野球大会の開催が決定されるとその四国予選の開催が決定したがこの頃はまだ香川県予選はなかった県予選導入前の四国大会出場経験校は次の通り第18回大会より香川県予選大会が開始され上位校が四国大会にすることとなった 初期の香川県予選は、倒産、生産に分かれてのリーグ戦、方式、二次予選の導入など毎年のように、大会方式が変更されていた。開催球場は、初期は、高松球場、八島球場。戦後1946年の復活大会は、戦災を免れていた高松市中の校庭。中等学校時代最後の1947年大会から、 高松市立中央球場で開催。学生改革後学生改革により、新生高等学校が発足した1948年に、四国地区は、香川、愛媛による北四国と、徳島、高知による南四国の二つの地区に分割された。香川大会で上位に入った高校は、北四国大会へ出場し、愛媛代表の高校と、 北四国代表一枠を争うこととなった。ただし、第40回大会以降の5年ごとの記念大会では一県一代表となり、香川大会優勝校が選手権大会の出場権を得ていた。2020年に開催予定の第102回全国高等学校野球選手権大会が、新型コロナウイルス感染症の流行により、 本大会とすべての地方大会が中止となったことに伴う香川県独自の代替大会として、令和2年度香川県高等学校野球大会が7月23日から8月13日まで参加38校で開催された。大会はトーナメント方式で延長11回からタイブレークが適用されるほか、当主は1週間で500球の制限が設けられた。 ベンチ入りメンバーは20人までで3年生を原則に試合ごとの登録変更が可能。球場での試合観戦は控え部員及び部員の保護者2名までに限られた。以下は各局の基本フォーマット。ありがとうございます。